どうも、こうちゃんです。さあ、熱い甲子園、今日も語っていきたいと思います。本日語るのは、道の区勢対決、初戦で当たる、鶴岡東対聖光学園の一戦でございます。道の区勢の優同士がですね、一回戦で相まみえると、これはね、宮城県出身のこうちゃんにとっては、非常に楽しみな対戦になりました。 山形を引っ張っている鶴岡東と絶対王者いや福島の絶対王者聖光学院のこの一戦さあどうなるのかという中で試合が始まりましたあのこの試合を始まる前にですね練習試合でもですね交流があるまあ何て言うんですかねこの えー、結構、つながりの深い、えー、間柄の、えー、チーム同士の戦いということで甲子園の、えー、この一戦始まる前にですね練習試合等で、まあ、3回対戦しているという、えー、試合内容がありまして、まあ、その3試合ともですね鶴岡東高校が勝つということで、まあ、いろんな、えー、シチュエーションであったりとか、えー、選手の起用であったりとか フルメンバーとかえ、そういったところでの愛、えー、まみえた場面ではないと思うんですけども、えー、まあね、数回、えー、対戦している間柄ということで、まあ、手の内、えー、知っているというね、そんな両校の対決だったんですけども、まあ、試合の内容はですね、まあ、どっちに、えー、試合の、えー、流れと言いますか、えー、勝利の女神と言いますか、 どちらに微笑むのかというね、本当にきっ抗した、本当に道のくいい、いいね、もう道のく対決になったんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、結果的に2対1で、鶴岡東高校が今回も勝ったということで、まああの多分4連勝なのかな、ん多分今夏、まあ今年1年間通して4回戦って、まあ、聖光学院が、えー、まあ全部負けたとで、鶴岡東が全部勝ったということで。 四勝零敗という結果になったんですけれどもこの試合ね本当に、えー、いろんな要素、えー、そしてワンプレーワンプレー、えー、非常にギュギュッと、えー、なんかその二時間三時間弱の、えー、試合時間の中に詰め込まれたいい試合だったなというふうに思いましたねまあ鶴岡東の、えー、先発ピッチャーは、えー、U18 日本代表候補の桜井くんねコサワンそして 4番にも座るという、ね、東打の二刀流で一方、聖光学院は、えー、2枚看板の一人の高野君ということでまあ、光、まあ、ちゃんの予想大方、まあ、3点から5点以内の勝負かなとは思って見てましたただね、えー、試合は、まあ、2対1ということで投手戦ということで、ねまあ、ハイレベルなこの右腕と左腕の投げ合いでございました。 先制者のはですね、えー、鶴岡東高校の方で、まあ、高野くんの,の3回の、えー、バント処理のね、ちょっと自分が招いてしまったミスからですね、桜井くんの、えー、強烈なライナー性のあたりのレフトマンヒットに2点が入ったという。まあ、結果的に高野くんはこの2点しか奪われてないということなんですが、この2点、 まあその前にミスをしてしまったっていうのはやっぱり一つの大きなポイントだったのかなというふうに思いましたね。やっぱりこう焦りましたよね、あそこね。うーんただ、桜井君も打った桜井君も投打の二刀流ということでね、まあ、打の方も注目されている選手なのでやっぱりバッティングいいなとあの場面で、ね、しっかりと自分で先制点をもぎ取ったって言ったのがやっぱりこう鶴岡東の方もここはポイントだったなというふうに思いました。で 櫻井君はですね、えー、まあピッチャーの方も好投手ということで、えー、レベルの高い選手なんですが、こうちゃんの見立てだと、まあ、どっちかというと、やっぱりこの故障とか、そういった、そのなんていうか、自分の持っている力をうまくまだ出,せ出しきれてないのかなと、ポテンシャルこんなもんじゃねえよなというふうに見てました。 ただそこがが、つ言えるの,がその,、まああのまあ、僕の見立てですよ。僕の見立てなんですが、まだまだこの桜井くんっていうピッチャーは、スケールの大きいピッチャーで、中速も出ると思うし、なんかこう、なん,ていうんですか、今日もなんか、 全力投球というよりか、こう、ちょっと抑えつつ、ペース配分しつつ投げてたのかなと。まあ、それも含めてクレバーな投手だなというふうに見てました。あのー、最後のフィニッシュがもうちょっと沈み込むと言いますか、まあ、力感がこう、なんていうんですか、もっと最後まで腕を振ってもらって、まあ、沈み込むと言いますかね。フィニッシュもうちょっとしっかりとフィニッシュすれば、まだまだ急速出るんじゃないかなというふうには見てました。うん。まあ、素人目ですけどね。うん。まあ、ただそんな中ですね、まあ、 急速も140キロ行くか行かないかぐらいなんですが、やっぱり桜井のその持ち味っていうのは制球力、えー、そして、チェンジアップ、えー、ホーク、えー、こういったところでカウント取れるっていうね、このレベルの高い引き出しの多いピッチング、まあ幅の広いピッチングといいますかね、そういったピッチングが今日光っておりまして、まあ、成功打線もですね、非常にヒット数としてはですね、出てたんですが、要所ですね、しっかりと、えー 自分たちのスイングをさせなかったと言いますかね。こう、振らせたと言いますかね。タイミングをずらせたというかね。本当になんかこう、技巧派サワーと言いますか、レベルの高いピッチング組み立てでしたね。うん。一方、玉野くんなんですが、えー、県大会ずっと、えゴ、ー、ーちゃん見ておりました。やっと甲子園で、ピシッと、標準を合わせてきたなと。 高野くん本来の請求力の高い、えー、ポテンシャルの高いピッチングが、この甲子園の1回戦で見えたな、というふうに思いました。8回でですね、11発三振、四、えー、4者連続を含む11発三振だったので、非常にボールも切れておりましたし、今日の高野くんは違うな、と、もう初回から見ておりました。もともと、ボールの球質球威、えー、9位ともにですね、素晴らしいピッチャーでして、マックス145キロ、えー、そのぐらい投げるピッチャーなんですが、 検体系当初見てたんですがリリースポイントが少しこうバラバラでバラついておきまして、まあ、リリースがちょっと、えー、高めに上ずって投げてしまうような、まあ、そういった部分も多く垣間見えたんですよねでちょっとなんかこう請求もバラついておりまして、まあ、その中でもやっぱりこう自分のポテンシャルが高いのでやっぱりのらりくらりとかわしてたんですがどうも高野君ちょっと黄色信号だなというふうに見てたんですけども この鶴岡東戦、ビシッと合わせてきましたね、やっぱさすがエース、さすが最後の夏の集大成、そんなピッチングを見せてくれたなという,ふうに見てました、本当にナイスピッチングだったなという、ハイレベルなのの2対1というスコアの中での,この両投手の投げ合い、本当にいい試合を見せていただいたなというふうに思いました、一方ね、ねこの打線の方はですねやっぱ鶴岡東も近年、えー、強打というふうに言われておりますし、 聖光学院もね、やっぱり6割バッター、5割バッターってね、志田くんとか菊池くんとかね、いいバッターいたんですけれども、やっぱりいい投手を相対すると、やっぱりこのぐらいのこうロースコアと言いますかね、やっぱり、えー、取れるところしっかりときちっと取っていったところが、やっぱ勝つかなという、それがまあ今回、る、えー、か東だったのかなというふうに見てました。ただね、この最終回の、えー、成功学院粘り、素晴らしかったですね。代打の鈴木くんが、 えー、気合の三遊間をね、えー、抜けるヒット。そして続く、えー、キャプテンの佐藤ラマくんですね。あの、宮城仙北ボーイズ出身でね、中学校の時に取材させていただきましたけども、本当に真面目で、本当にいい選手でしてね、本当に素直な選手ですね。 まあ、聖光学院では、あの、キャプテンをやっていたということで、ね、王女体をまとめてたキャプテンなんですが、最後のあの一打っていうのは、本当になんかこう、いろんな思いの詰まったね、一、えー、打でね、本当にいいヒットだったなぁというふうに見てました。えー、9回に、ね、驚異的な粘りを、えー、上げたんですけどもね、あのー、ま、あ1点、ホームが遠かったということでね、えー、聖光学院負けてしまいましたけれども、今夏も、えー、えいいチーム、えー、そして、いい野球を更新にしたんじゃないかなというふうに見てました。うん。 でね、鶴岡東の方なんですが、あの、ま、4番の、えー、桜井くん、えー、打撃、えー、この試合も選手点取りましたけども、ま、草加くんであったりね、いいバッターっていうのがですね、やっぱり、えー、クリーンアップにもおりますし、えー、レベルの高い打撃をする選手もおるんですけれども、まあ、今大会、えー、今日か、今日の試合、えー、2点ということなんで、まだまだ、えぇ、ー、鶴岡東の打撃から見れば、もっともっと取れるよなと。ただ、 まあこの低反発バット時代になりましてやっぱりなかなか長打も出にくいということなのであのやっぱりこう取れるとこしっかりとねえ取っていこうそんな野球をしておけばま桜井君はですねこのレベルの高い引き出しのえ多いピッチングをしてくれるのでまあ2点、3点ぐらいあればですね桜井君もこうピシッとまとめてくれるんじゃないかなという風に思って。 えー、次戦もね、えー、見たいなという風に思うんですけどもこの道のく勢対決山形県勢対福島県勢の対決っていうのが選抜においてもですね初対決ということでねあそんなになかったかとなんかちょっとありそうな対決でもあったんですが初対決山形勢対福島県勢ということでまああのー、ね千葉で盛り上がってたんですがまあこ今回の試合は。 山形の鶴岡東が勝つということでね、えー、なりましたけれどもやっぱりこう道翼対決がね、えー、序盤の方で、えー、展開されるとですね後々、えー、なんかこう寂しいなというところもありますけれどもね、えー、13日はですね清和学園青森山で花巻東と、あのー、1日で3チームごそっと出てしまうのでまあそこで、えー、敗れてしまうとですね 東北勢が、ね、どんどんと姿を消していってしまいますので全チーム勝ってというふうに思いますけれども、まあ、そうはいかないので、まあね、出てくる東北勢しっかりと応援してですね、えー、いい試合をしてもらいたいなというふうに思います本日は道の区勢対決山形県勢対福島県勢初対決、えー、鶴岡東対福島、えー、成功学院の一戦を語っていきました 皆さんのね、この試合のキーポイントであったりとか、思いだったりとか、そういったところをコメントしていただければ幸いです。甲子園ますます熱く展開しております。本日もご視聴ありがとうございました。それでは、じゃ